こんにちは、製薬ビジネス研究会です。今週の製薬系ニュースは2021年度中間年改定を取り上げたいと思います。まず結論としては、改定の対象は乖離率が 5% を超える品目となり、コロナ特例として 0.8% 分が削減額から控除されます。ではこれまでどのような議論が行われ、この結論に至ったのかを紹介していきます。中間年改定という概念は、2016年に4大臣による薬価制度の抜本改革に向けた基本方針で初めて出てきました。そして翌年の2017年の中医協でその骨子が定められ、2020年中に中間年改定の対象範囲を設定することが決まりました。さらに骨太の方針でも2018年度と2019年度にその内容が記載されました。その中で今年度の骨太の方針では、新型コロナウイルスの影響を勘案しながら2018年度等の内容を十分に検討することと記載されております。骨太の方針が出された7月の中医協では、改定すること自体の可否が議論されましたが、ひとまず薬価調査は行うことが決まりました。こちらがその薬価調査の結果ですが、ご覧の通り例年と遜色のない 8.0% となり、薬価交渉に関しては新型コロナウイルスの影響が少ないと判断され、改定が実施されることになりました。ちなみに乖離率は改定前薬価と税込みの市場実勢価格の差であり、平均乖離率 8% ということは、全国で薬価の 92% で納入されていたということになります。12月の中医協では改定の対象範囲として乖離率のどこで線を引くかで話し合われました。厚労省は平均乖離率の 8% 以上と考えていましたが、診療側、薬剤師会、製薬団体は新型コロナウイルスによる医療機関や薬局の経営悪化を理由に 16% 以上を求めましたが、支払い側は国民の経済負担の軽減のために通常改定と同様の内容にすべきと要望し、今年中に決めなければならない中、なかなか結論が出ませんでした。そんな中、17日に急遽3大臣により乖離率 5% を超える品目を改定の対象とすることが決まりました。その内容を計算式で表したものがこちらとなりますが、今回はコロナ特例として 0.8% 分が緩和されることになっております。実際に計算してみると、例えば1錠100円の医薬品の乖離率が 5% であった場合、2021年4月以降の薬価は 97.8 円となります。今回の中間年改定による製薬業界への影響ですが、全品目のうち 69% が改定対象で、総額4300億円の削減となります。この額は日本市場が約10兆円と言われているので、約 4% 小さくなることになります。各品目の新薬価については、例年通りでしたら3月上旬に公表される可能性があります。今後の注目としては、次回の中間年改定での対象範囲が今回の結果が反映されるかどうかです。製薬業界が置かれている環境を理解し、自分たちが何をしなければならないかを改めて考えるきっかけにしていただけますと幸いです。以上、今週の製薬系ニュースでした。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。